皆さんおはようございます。2024年10月の今日は25日金曜日ということで、江南駅西口にてご挨拶運動をさせていただきます。改めましておはようございます。江南市議会議員の大山豊和でございます。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。さて、いよいよね、選挙も今日と明日2日間限りということになりました。各陣営本当にね、一生懸命効果を飛ばして、演説など頑張っておられます。そして、愛知県この16区、我々の16区にはやはり激戦区ということで、各界のですね、いろんな有名な方、首相であったりとか大臣であったりとか、そういった方がどんどん入ってきて、本当に応援を一生懸命されて見えます。皆さんしっかりですね、選挙を取り、しっかりね見ていただいて、本当にねいい候補、犬飼さん、そしていい政党、これねやっぱりね、どう考えても消去法で言ってもやっぱり自民党ですよね。ぜひともよろしくお願いしたいと思います。さあ、そういった選挙もあと2日間になってね、いろんなところで演説会ですとか、そして、決起大会など行われておりますが、皆さんヤジって聞いたことありますか？頑張れとかね、何言ってんだみたいな、あんなヤジなんです。このヤジについて、意味はですね、会議や演説など、邪魔や妨害または応援などの目的で周りから非難をしたり、からかったり盛り上げたりすることというふうに辞書には書いてあります。またその言葉についてもヤジというふうにこうやって書いてあります。皆様もね、選挙の街頭演説だとか、それから演説会で一度は聞いたことがあるんではないかなというふうに思いますが、これですね、一般的に言われる法に触れる、選挙などの、自由妨害とか、表現の自由の妨害や、警察などからご指導を受けるようなことについては、そういった声かけについては、やはり、ヤジとは言えないということですよね。ヤジというのは、ある程度こう空気を読んだ、政党のヤジというのはね、空気を読んだ会場や場を盛り上げる、そういった意味での、僕が言うのはちょっとね、これは、言い過ぎかもしれませんが、ちょっとシャレの効いたものや、思わずこう喋り手がですね、笑ってしまって反応してしまう、反応して笑ってしまうような、こういったものがいいのではないかなというふうに思っています。これはあくまで僕の主観ですよ。頑張れとかね、よくやったとかね、よく行ったみたいな、そういったものはね、ヤジでも妨害でもありません。これはねあくまで応援、大声でどんどんしてみてください。場が盛り上がります。さあ今日ですね、10月25日、どんな日かというと民間航空機の記念日だそうです。昭和26年、ずいぶん前ですね、1951年の今日10月25日、戦後の GHQ が課していた統制が明け、初の国内民間航空会社、日本航空ですよ、 JAL です。この JAL 日本航空が土星号という、この時の土はね土じゃないんですね、ひらがなの土なんですね。土星号と言われる飛行機が東京、大阪、福岡を、運航し始めたのが民間航空機最初だそうです。昨今はですね、これをもうかなり進化しまして、現在では国内外の多くの航空会社が安価に、そして世界中に連れて行っていて、行ってくれること、どんどんね世界が狭くなってきていますが、しかも活躍しているのが LCC と言われる飛行機です。これね、ローコストキャリアというふうにね、言って頭、頭文字を取って LCC なわけですが、先日ねちょっと驚いたのが、セントレア発、中部国際空港、ここからオーストラリアのケアンズに飛ぶある航空会社 LCC ですが、なんと座席が7500円、驚きですね。もうなんか東京行くより安いというね、そんなチケットが、バーゲンチケットが売られていました。若い方々、事故率が低いと言われる LCC を気楽にね選択して、フラッと海外に行かれる方も いるということで、非常にいいな。もちろん私も今 LCC をガンガン使っています。さあ最後になりますけど、先ほど言ったように今日明日が選挙最後です。16区の皆様は小選挙区は犬飼、そして比例区は自民党、そして10区の皆様、小選挙区は、信じてよかった和歌山信二、そして比例区自民党と、ぜひともお書きいただけますようよろしくお願い申し上げます。
では今日も素敵な一日になりますように、そして素敵な週末をお送りできますように。いってらっしゃいませ。ごきげんよう。Have a nice weekend.